由良駅は鳥取県東白郡北栄町由良宿にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。湖南駅の愛称が設定されている。快速列車については上下線とも半数程度停車する。改装前の駅舎愛称の由来となった名探偵湖南の記念撮影パネル由良駅は単式、島式2面3線のホームを持つ地上駅である。 2003年に実施された鳥取県の鉄道高速化事業により、鳥取駅よりの分岐の一線スルー化工事が行われ、通過列車が一番線を通過するようになった。単式ホームに面して駅舎があり、島式の2.3番のリバーへは、古戦橋で連絡している。当駅は鳥取鉄道部が管理する直営駅であり、駅舎内に自動券売機を備え、一部の時間帯を除いて、 ポスター末による窓口発見も行う。なお、2021年6月30日までは、JR 西日本与那号メンテックによる、業務委託駅であった。駅前広場に設置されている江戸川コナンのブロンズ像。駅周辺のほか駅前広場から、道の駅、大栄までの全長約1500メートルの間に、青山豪商の代表作である、名探偵。 コナンのキャラクターを中心としたブロンズ像などの多数のオブジェが設置されている。駅前にバス乗り場が存在する。このバス乗り場は大英町時代から存在していたもので、2019年10月より再び使用され始めた。また、当駅より約300メートル先、県道320号線にもバス乗り場があるため、こちらに述べる。快速、鳥取。 ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。